はい、伊沢さんの八幡神社さんですね。ちょっと趣があったのでちょっと寄ってみましょうね。横には地蔵堂がありまして、まあ駐車場トイレがあります。でっかいすぎやねこれね。なんか立派じゃないですかこれ。本田分けの巫女とか、沖縄たらし姫、秋葉神社、加護土の神ね。まあ江戸時代にあれされたのかな、建て替えられたのかな。享保5年日本でね。はい、立派ですね。はい、立派です。ちょっとね歩いていきましょう。まあこの辺りの鎮守のお社かと思いますが、まあちょっとこういうふうに杉とかをしてね、まあ日本本来のまあ自然崇拝の感じだから、自然を大切だからね、まああんまりこういうのを掃除したりねするよりも自然そのものを敬うという感じです。川があってね、綺麗ですね。この川も夏場涼しいでしょうね。椿の花がちょっと落ちてましてね、これは何でしょう、何点ですか。なかなか綺麗ですね。向こうはね、棚田がありましてね、こんなことになるよ。ねえ、樹齢古いね。まあ、建て替えられたのが、享保とか書いてあったから、江戸時代やろうけど、結局、この辺の木は昔からあったんやろうね。真珠として。建て替え、歴史分からへんって書いてあったから、めっちゃ古いんちゃう、こんな。こんな太いじゃないですか、こんな。え？初め道ができとったのにさ、木の根が張りすぎて道が歪んでんのじゃん、これ。なあ、石がこう、寄せられてしまってな。へぇ。直径だけでも何本あるのこれ。1.5 メートルぐらいあるんちゃう？なあ。こんなの2メートルしかあるんちゃう？杉の間にね、こう、道が通ってるのが重みてあるね、これ。ねえか、めくれ上がってきよ、石が。はい、こんにちは。ご立派です。写真撮らさせていただきます。ああ、この手水の水もあれか、これ多分水道というよりも井戸からしてんのかな。ごっつい水の量が多いですね。自然の水は非常に体にいいと思いますからね。ミネラル分豊富で、水道の水はいろんなもの入っとってね、毒素がいっぱい入ってるから、フッ素やらなんやらね、塩素やら。よっしゃー、これすごいね。あー、土俵みたいなのもある、古いね、素晴らしいね。まあ屋根は瓦造りやね、普通の。しめ縄もちゃんとあるし、八幡神社さんね。なんかそこにあれがありますから、ちょっと見ておきますね。本土。ああ、奥は銅板作りで立派やわ。やっぱりね、奥はね。手前は変わらやけど、奥はやっぱり、きっちりしとってですわ。伊佐佐地区の鎮守。三軒車の流れ作り。鉄板やね、あれ。彫刻がすごいらしいな。彩色が入っていて装飾性が高い。享保5年の校舎の中の保存もできます。割と新しいあれか。その割にはあの杉がすごいな。あんな杉そんな江戸時代ぐらいにすべへんのじゃん。はい、ちょっと最後のお参りさせていただきます。八幡神社会社、最近ちょっとね申し訳ないけど見させてもらいますわね。ああ、装飾はええとか言うとったけど、まあ、とりあえず前から行きましょうか。
本田和家の命ね。本田和家よりいろんな書き方書くからね。あげるという字書いたり、どうしようね。とりあえず神さんお賽銭をさせていただきましょうか。よし、ちょっと待ってよ。ちょっと待った。はい、お賽銭よいしょさせてもらいまして、はい、今日もありがとうございました。こちらまで寄せていただきまして、神様のおかげやね、うん、はい、稲荷神社さんね、装飾、この江戸時代ぐらいのやつはまああれか、あ、江戸時代中か、あ、これがなんか菊みたいなとシスやね、綺麗ですね。それと、なかなかよくできてますね。なんか舌みたいなの出してね、ちょっと中は入れませんからね。ちょっと外から奥の本殿のあれを見させてもらいましょうね、よし、どうらしょうね。流れ作りやから前に長いね、ぐーっと屋根が伸びてますね。三軒車やから柱と柱と柱の間が3つあることですからね。1、2、3と三軒車流れ作りやね。堀門が何たら言うとんねんけど、あれのことかな、あんなやつは。カエル股言うてああいうね、カエルの足の格好したあれ、カエル股の間にいろんな堀門あるね、これ。そこもか、カエル股のとこでね、なるほどね。こっち側もなんか装飾施されてるね。梅の花でしょうか、何でしょうか、右側左も何やろ、ちょっと鳥みたいなもん見えるね。なるほどね。ちょっとよくわからないけどね、私的には。あれは何ですか、動物か何かのあれですか、裏手はまああれね。シーンとしとるね。へえ、こっちは向こうと一緒みたいな感じだけど、そこも裏から見たらすごいね、カエル股のあれね。裏から見たらね、ちょっと見にくいでしょうけど、なるほどね。ね、こういう感じですよ、彫り物はね、なんか彩色されてるって書いとったから、あれやね、赤とかなってるからね、これこんな赤とかなっとるじゃないですか、あれ買ってね。だから彩色が施されてるいうことはそういうことでしょうね。はい、まあそういう感じですね。まあこちらもぜひ、あの落ち着いた神社さんですので、八幡神社さん、まあ八幡神社やからと鳩かな思ったら、鳩はあんまりないみたいです。まあそういう感じでまたね、いらしてくださいね。それではこちらから失礼いたします。本日もありがとうございました。